はい、今回のロングネックレスは約120センチ作っていただきます。スタートはこちらのチャームからスタートして、最後はクリップの方まで針と糸でビーズを通していただきます。はい、じゃあそれでは作っていきましょう。糸は約3メートル入っています。チャームに U 字カンがついてます。ここに糸を通していきます。チャームに通したら、糸の端と端を揃えて、チャームが真ん中に来るように移動させてください。そして、針に同じ方向から2本一緒に通していきます。これで準備ができました。はい、じゃあそれではビーズを通していきます。最初は8ミリパールと8ミリカットガラスを、マルショービーズを間に入れながらランダムに通していきます。だいたいカットガラスを 4,5 個間に入れていただいて、28センチぐらいまで通してみましょう。はい、分かりやすいようにちょっとビーズの色を変えてますが、間に丸ショーで8ミリパール、丸ショーとカットガラス、丸ショー、8ミリパールで交互に入れながら28センチ通してください。で、28センチぐらいまで通したら、次は6ミリパールと6ミリカットガラスもランダムに入れながら、残りの約95センチぐらいですかね。で、最後までビーズを通してください。最後までビーズを通して、留め具には丸ショービーズ6個でつなげていきます。